こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。アマゾン輸出サポートプランのご紹介です。まあ何か副業してね、稼ぎたいと。今の収入だと。なかなか先行き不安だという方にね、えー、今副業が流行ってます。で、日本に住んでるなら、一番のおすすめは輸出ビジネスです。何しろね、えー、日本は仕入れ天国と。 日本より仕入れコストが安い国は見つからないです。まあ、これはね、えー、ほとんど日本から出たことない人にとっては意外でしょうけど、えーまあ、中国とか、ね、タイとか、まあ、物価が安いと言われているような国でね、えー、仕入れをして、まあ、転売しようと思って探してみると、まあ、なんだかんだ言って結局ね、日本が一番安いなという結論が出ました。消、ま、費、あ、が安いと。まあ、もちろん、 例えば同じね、ハサミとか、えー、ソロバンとかね、えー、日本だと、まあ、100円ショップで100円で売ってると。中国だとね、20円で買えると。そういうものはあります。ただね、えー、中国で、えー、20円で買える商品なんていうのは、えー、はっきり言って売り物にならないです。ところが、日本で100円で買った商品は、国によってはね、えー、1500円とかで売って全然もう余裕で売れて喜ばれると。 いう形なんでね、品質を考えると、やっぱ日本が一番安いなという感じですね。で仕入れに、まあ、日本ほど恵まれた国はないです。まあ、条件的にもね、インターネットで仕入れ商品を探す場合、安くて高性能なパソコンが手に入るとか、高速で安定したインターネット回線が安く提供されているとか、あるいはね、都市部に出ると百貨店、専門店、激安店、問屋、ね、な、えー、でもあらゆる店が揃ってます。 そして注文した品物がきちんと検品されて傷ストーリー届くともう仕入れをするにあたってねストレスがほとんどないとで物価というのもね、えー、ほとんどの日本の方は日本は、まあ、物価はある程度高いとねそして日本はいいものをね、えー、みんなが手に入れられるというふうにね勘違いしている例が多いんですけど、まあ、実際日本の物価は、ねえー、いろんな国と比べても安いです まあ物価の高いオーストラリアと比べて安いとやってもね、えー、いまいちまあオーストラリアっていうのを行ったことある人も少なくてピンとこないみたいなんですけど、まあ、じゃあ逆にね、えー、ほとんどの日本人が物価が安いと思ってる、まあ、東南アジアの国と比べると物価どうかというとね、まあ、なんか、えー、東南アジアの安いものを探してきて東南アジア物価安いみたいなね、えー、旅行雑誌とかテレビ番組とかの、えー、紹介が多いですけど、 まあ実際問題、旅行してみるとわかりますけど、日本と同じような生活をね、日本と同じようなものを食べようと思えば、えー、日本が一番安いです。まずランチ代、ね。これタイと比べてみると、これね、えー、タイのお昼に食べたとんカツですねで。これ2000円です。で日本みたくね、えー、ランチタイムは安く売ってるとか、まあ、そういう仕組みはね、えー、タイにはないです。ベトナムにもなかったですね。 中国もないですね。えー、だから、日本は安く売らないと売れないんで、ランチタイムとかやって安くやってますけど、えーまあ、逆にそれをやってる国の方がもしかしたら少ないのかもしれないですね。まあ、何しろ、えー、タイでは、えー、とんかつ定食2000円です、ねえー。日本だったらランチだったら1000円で十分食べられますよね。まあ、下手したら、グラスビールつけても1000円とかね、えー、やってる、えー、ランチ、やってるとんかつさんいっぱいあるでしょうね。 まして私あんまり地方ではね、えー、そのランチとか食べないですから、地方に行ったらもしかしたらもっと安いかもしれないですね。で、たまたまね、ベトナムでこの筋膜リリースというマッサージをやったんですけど、もうベトナムって言ったら日本人の人はまあ相当物価が安いだろうというね、えー、勘違いをしてますけど、ベトナムの首都ハノイの物価ね、日本と対して違いはないです。 で日本で金膜リリースを受けると、えー、30分4000円、60分8000円と、まあ、割引ってなってますけどね。これ、あの、正常価格でここ本当に、ね、予約入るのかっていうの疑問がありますねで。おそらくここ行ったことないですけど、えー、予約が取れないほど混んでるってことはないと思います。一方、ベトナム、ハノイね、えー、45分2500円、90分5000円、120分6500円、まあ。ほとんどそんな劇的に違いはないですね。 でしかも、えー、このハノイの金膜リリースで45分なんて受けてる人ほとんどいませんでした。だいたい90分か120分、ね。だから5000円とか6500円のコースで、えー、金膜リリースを受けてる。しかも予約が取れないほど混んでます。だこの金額だと安いんでしょうね。ハノイだとね、逆に、えー。いいもんだったら高く売れるっていうのが日本以外の国の特徴です。まあ、日本の場合はね、えー、いいもんでも安く買えると。 ね、いいもんでも高く売れないと。これはね、日本で商売する,にとすると思うとかなり厳しいですけど、日本を仕入れの場所だと思うとね、こんな好都合なことはないです。で、極めつけ、今やね、日本に住んでる人は当たり前だと思ってますけど、輸入品を生産国より安く買えるのは日本ぐらいです。シャンパンをフランスで買うとね、ええー、5600円。で、 送料は2万円以上買うと、これ通信販売ですからね、ネットショップなんで、2万円以上購入で送料無料と。ところが日本、アマゾンで買うと、まあアマゾン以外も楽天でもね、ヤフーショップでもおと似たような値段ですけど、4589円で送料無料と、ね。フランスで買うより、なんと日本で買った方がシャンパン安いんですね。で、これシャンパンに限らずね、えー、ほとんどのワインがこんな感じで、レストランで飲むとさらにその差は広がります。 えー、高いワインね、えー、ボルドーの一級とか、ドメイのロマネコンティとかをレストランで飲む価格はね、おそらく日本のレストランが世界一安いです。でこれね、タイとかベトナムだと2万円なんですね、えー。輸入品が希望小売価格の3倍で売ってるっていうのは、ごくごく自然なことなんで、えー、日本も景気いい時はそうだったんですけどね、えー、今や日本は、えー、何しろ本国より安く買えると。でタイとかベトナムの場合は、 万万円円ででで売売売っっっててても売れるるからことですよねおそらくだから、タイとかベトナムで、えー、店で2万円で売ってるってことは、えー、高いレストランで、このボトルを入れるとね、えー、下手したら10万円取られるってことですよね。まあ、日本で、モエシャンドン、レストランで10万円で出したら、えー、多分、ツイッターか、えー、なんかで炎上しますね。まあ、そんな形でもう、日本は、いいもんでも安く買えるんで、まあ、すごい仕入れ天国です。 ただ、仕入れ天国なんですけど、え、これ輸出ビジネスをね、やらずに日本で稼いでね、え、日本で貯金して日本で老後を迎えようと言うとね、もう地獄に変わります。まあ、天国もね、え、やりようによっちゃ地獄に変わると。何しろね、え、日本で普通に稼ぐだけで、え、その、安いもんで、うん、いいもんでも安くしか売れないと。 いいもんでも安くしか売れないって、どこに手話寄せてきますかって言ったら当然人件費にもきますんでね、えー、安い給料しかもらえないと、ね。まあ、日本の今最大のリスクはね、えー、長生きリスクと、ね。まあ、高度成長期ならね、えー、長生きっていうのはね、えー、憧れの、憧れっていうかね、いいことでしたけど、今ね、長生きっていうのはね、ほぼ罰,罰ゲームというか、ねえー、貧乏で長生きほど辛いものはないと。 いうようよなな、ねえー、状況になってます老後破産が流行ってると。ね、一生懸命働いてね、えー、地味に生活してあげくに老後破産と。目も当てらんないですね。で、えー、よく貯金をね、して備えましょうとかやってますけど、えー、貯金っていうのはね、インフレに非常に弱いですし、えー、貯金持ってたらね、えー、それちゃんと税金を納めてないんじゃないかということでね、えー、税務署に捉えたりとか。 親族の争いいになななったりととかね、えー、ろくなことないです。だからね、やっぱり必要な時に必要なだけの金額を稼げるように自力で稼げる力をつけると。まあ、これがやっぱり、えー、これから西日本で、えー、生きていくためには必要なことと。でね、ロンドン、パリ、ポルトガル、リスボンくれたと、クレタとどこでも磨けた光景があります。これはね、この露天商、ね、お土産やおもちゃ、自撮り棒なんか売ってる人がたくさんいました。 やっぱり物を売るのが手がりに始められて失敗のない商売です。しかもね、稼ぐ人はかなりの金額を稼げます。まあ、稼げなくてもね、売り続ければ仕入れ金額くらいは回収できます。まあ、しかし日本に住んでたらね、露店を出せる場所がわからないと。ね、露店で販売してる時間がないというのが普通だと思います。ただここで、まあ今の日本に住んでることに感謝と。ねえー、何しろね、日本で稼ごうと。 なると地獄ですけど、日本は仕入れ天国ですからね。えー、しかも今、アマゾンっていう非常に便利なネットショップがあって、えー、このネットショップで売るとね、えー、商品を一個一個梱包発送とかしなくても、えー、仕入れた商品をまとめてアマゾンに送っとけばね、あとはアマゾンが勝手に売って集金してクレーム処理をしてくれます。で まあ、オーストラリアアマゾンで、間もなくね、開始予定です。これもう物販は開始されてますけど、えー、そのね、えー、全部梱包発送もクレーム処理もやってくれる、えー、FBA という仕組みがありまして、その仕組みを使わないとね、アマゾン、ね、非常に、えー、売れちゃって自分で梱包発送すると大変なんで、FBA が始まってからが、まあ、アマゾンで稼ぎやすい本番と。ね、で、FBA の配送品質もね、予想以上にすごいいい品質で今、 アマゾン組み立ててますんで、もうこれ、オーストラリアアマゾン始まるのは楽しみでしょうがないと。で、アマゾンで物を売るために必要な3つのもの。まず、1つ目、アマゾンが認めた国の政府発行の身分証明書。2つ目、アマゾンが認めた国の銀行口座。3つ目、アマゾンが認めた国のクレジットカードと。こういうところが日本がね、えー、この2番目の銀行口座対応してないんですけど、 えー、これ、ペオニアとかワールドファーストっていうね、無料で使えるサービスがありまして、そこを使えば、えー、日本に住んでるあなたは参加することが可能です。まあ、何しろね、日本製品は世界中で高く売れます。まあ、日本製品は世界中で高く売れますし、何しろ、えー、海外で作ったものも日本で買った方が安いというものたくさんありますんでね、まあ、本当に日本で仕入れて輸出するというのは、えー、一番 簡単に確実に、えー、儲かる方法です。ただね、簡単に確実ですと言ってもね、えー、何も物を売って儲けたことがないとか、自力で稼いだことない人が、独学でやって稼げるほどは甘くないんでね、えー、その辺は、まあ、しっかりと、テンバーアカデミーのサポートを受けて取り組むことをお勧めします。まー、あ、ストリア Amazon で稼ぐために、以下の10ステップの準備をして、まあ、稼いでいただくと。ね。でサポート内容は、チャットワーク、回数無制限。 スカイプサポートを月2回、1回45分。で、スカイプとかチャットワークは何それという方にはね、メールとか電話でもサポート可能です。しかもサポート内容にね、ジャンルの制限はありません。ああ、それより先はね、えー、さらに追加料金が必要ですとか、いうことはありません。この、えー、サポート料金の中で、まあ、どんなサポートも、えー、受けられます。つまり、あなたが負うべきリスクは、ボーナス1回分の費用と。 ね、リターンは必勝ものの自分で稼ぐ力です例えば節約してボーナスを毎年貯金してね3000万円貯めてもちょっとしたアクシデントでなくなります一方身につけたスキルはアクシデントの時こそ使えます一見安全な貯蓄は実はハイリスクローリターンそして自分自身のスキルを高めるというのはローリスクハイリターン最も効率の良い投資なのです ところが、私は誰にでもサポートしているわけではありません。以下の3つの条件をクリアした人だけサポート可能です。まず1つ目、サポート費用55万円と仕入れ代金20万円の合計75万円が無理なく払える。2つ目、クレジットカードを持っている。3つ目、サポート内容を実践する素直さがる。この上記条件ね、3つの条件をクリアしていれば、一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。 アマゾンがオーストラリアでマーケットプレイスを開始します。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込むページを見てください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。